究極の選択をやっていきたいと思うんですけど、苦しい質問。そうですね、どっちも嫌だ。ノアです。ハノです。始まりました、 TGC。 イエーイ。今回はですね、はい、ドラマ言霊草に出演される中村ゆりかさんと石井杏奈さんとコラボしました。イエーイ。そして今回の企画はですね、究極の選択企画になります。はい、はい、ということでお二人とやっていたので VTR どうぞ。はい、では早速究極の選択をやっていきたいと思うんですけど、じゃまず1つ目から、1億円のギフト券か1000万円分の現金、今すぐもらえるならどっち？無価格で言ったら1億円。確かに。なの1億円だと思います。ギフト券って何かにしか使えないってことですか？そうですね、旅行とかには使えたりとかするの。じゃあ私現金がいい。現金しか使えなくて。お手でも現金。あ、私は1億円のギフト券ね。なんか世界旅行とかに使ったらいい。わかりましたね。わかりましたね。私は現金です。あ、現金ですね。なるほどね。確かにわかるからね。じゃあ2つ目いく？うん。一生お肉しか食べられないか、一生野菜しか食べられない。ずっとお肉はもう健康的に被害。確かに。被害。確かに。野菜ですね。野菜ですか？苦しい質問。そうですね、一生ですからね。どう？これもいいよ。でも野菜かもね。なるほど。でもだって料理の仕方によってはなんかスープとかにできたりとかね、野菜も炒めたり生で食べたりとか、いろんなものに使えるよ。うん。じゃあ私も野菜で。じゃあ野菜で。野菜で。私はお肉です。気温40度の国か、気温マイナス40度の国。うわー、これ迷うね。寒いのが好きか、暑いのが好きかだよね。これは迷うな。暑いのが苦手なので、寒い国に行きたいなと思って、いろいろ着込んで、同じくです。マイナス40度の方がいい。確かに、マイナスの方がいい。確かに。暑いってもうどうにもできないじゃん。なるほどね。はい。行くなら、10年後の世界、もしくは10年前の世界。でも、過去にはちょっと戻りたくないから、私ちょっと未来を見てみたいなっていうのがあります。同じく。未来の方が行きたいですね。過去に戻ったものもね。でも過去に戻って帰ってるなら帰るよ。あ、そういうこと。確かに。あ、そういうこともまあでも未来か。未来か。はい。時間にルーズな人か、お金にルーズな人を恋人にするならどっち？恋人にするなら。どっちも嫌だ。どっちも嫌だ。そうだよね。究極がね。どっちも難しいよな。本当に究極。でもお金だと本当に価値観とかも出てくるじゃないですか。だから、なんかそれで喧嘩するのも嫌だかな。ちょっと現実的に経済的な方でお金にルーズな人。時間に大事な人もじゃあどっちかというと恋人にしていくんですか。そうなら次ラストいきたいと思います。はい。世界一好きな人と付き合えるけど結婚はできません。か世界で10番目に好きな人と付き合えて結婚もできません。難しいですね。10番目って結婚したですか。え、そんな人おるんかなって思うけど、一番好きな人と、うん、じゃ結婚もできなくていいけどお付き合いだけはしたいって思う。うん、絶対かもそっちだ。私でも10番目でもいいかも。あ、本当ですか。なんか10番目だと悪いとこ見てもまあ10番目じゃないですか。いいとこしかもう見えなくなってきそうで、なんか1番目だとねちょっとマイナス見えた時に、確かにあーってなりそうだから、何を基準にして10番目なのかっていうのも大事。確かに。カノどっちだ。カノは世界一好きな人やりたいですね。はい、わかりました。はい、こんな感じでラストをガイズもらいました。質問以上です。ありがとうございます。楽しかった。はい、こんな感じで究極の選択をやっていったんですけど、はい、お二人からお知らせがあるということで、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。土曜ナイトドラマ言霊草はテレビ朝日系10月9日土曜夜11時スタートです。ぜひご覧ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
ました。はい、この後もまだまだステージ続くので皆さんで盛り上げていきましょう。ありがとうございました。